ジェニファー・ビールスは、アメリカ合衆国出身の女優、イリノイ州シカゴ出身、フランシス・ W ・ブパーカースクール、イエール大学卒業。代表作に、映画、フラッシュダンスや、テレビドラマ、エルの世界などがある。インディアンの血を引くアフリカ系アメリカ人の父と、アイルランド系アメリカ人の母との間に生まれる。彼女が9歳の時に他界した父は、 巨大スーパーマーケットの経営で成功を収め、莫大な財産を残していた。そのため、比較的裕福な家庭であった。兄と弟と三人兄弟。母は、彼女が17歳の時に学者と再婚した。アメリカの女優であるセレステ・ホルムヤン・ヘッシュ、ダリル・ハンナなどの出身校であるシカゴのフランシス・ w パーカースクールに進み、在学中からファッションモデルとして活動。 同校でロケが行われた1980年のマイボディガードに早くで出演した。この出演で映画に興味を持つ。映画フラッシュダンス公開時期1983年、イエール大学の在学中にフラッシュダンスのオーディションに合格し、本格的な映画デビューが主演という幸運に恵まれる。全米だけで興行収入1億ドルの空前の大ヒットとなり、 一躍注目される若手女優となる。同作でゴールデングローブ賞の主演女優賞にノミネートされる。トーストブラン色の細い顔と評される。美しい顔立ちもそうだが、防具やジャルダンデモードなどの一流ファッション雑誌のグラビアを飾る学生ということも人気を煽り、同年7月の初来日会見で800人を超す報道陣が集まるなど、世界的な注目を集めた。 1984年にフラッシュダンスに続く大ヒットを期待されて出演したブライドでフランケンシュタインの人造花嫁役を演じるが大赤字を記録ゴールデンラズベリー賞のワースト主演女優賞にノミネートされたコロンビア映画がフラッシュダンスのパラマウント映画から彼女を強引に連れてきて出演させ拒否を投じて制作された作品だったために影響が大きく コロンビアの株価が急落した。もとよりアイドルスターの彼女に怪奇映画の古典的なキャラクターを演じさせること自体に無理があった。フラッシュダンスで得た人気や評判は一よにして急落した。以後、長年賞ーレースには無縁であったが、1997年主演のテレビ映画ザ・トワイライト・オブ・ザ・ゴールズにおいてサテライト賞ミニシリーズテレビ部門最優秀主演女優賞を受賞した。 2003年の秋、テレビドラマ、エルの世界のオファーを受ける。本格的な長編ドラマの主演は、初となったが、同作で演じたレズビアン役が評判を呼び、再評価され、カムバックを果たす。また、フラッシュダンス出演時と変わらぬ美貌も、話題を集める。同じくテレビのシリーズで、純レギュラー出演している、ライトミーで演じている、ゾー・オイラン同役は、実際の彼女と同様。 白人と黒人とのハーフであるという設定が劇中で明言されている。2018年トライベッカー映画祭にて身長は約175センチメートル。新日課として知られ、講師を合わせて何度か来日している。小柄な日本人女性に囲まれるたびに自分がフットボールのクォーターバックになったような気分になると語っている。また男性よりも女性の方が 同性愛者であることをカミングアウトしにくい日本の状況をともかく義務とか家庭が個人よりも尊重される傾向がある。日本では女性は家庭を守るものと思われているのでしょう。そういう中で女性がカミングアウトすることは日本の未来までをも脅かしかねないと思われがちで、その結果なかなかカミングアウトしにくいというのはあるのではないかしら。でも、 本当に自分がレズビアンだと思うなら、その気持ちを抑えてしまうのは良くないわ。だってそれは、その人が持って生まれた贈り物を台無しにしてしまうことだと思うからと語っている。美貌を保つ秘訣については、冗談でよく、睡眠、セックス、水分と言っていたけど、やっぱり、持って生まれたものと、心がハッピーかどうかじゃないかしらと語っている。1986年に、 映画監督のアレクサンダー・ロックウェルと結婚するが、10年後の1996年に離婚。1998年にカナダ人の映画実業家であるケンディクソンと再婚し、初産が42歳のマジカという高齢出産であったが、2005年10月に無事、ジョジを出産した。A.B. サラウォーン、ジェニファー・ビールス・スタケルズ・イシューズ・オブ・レース、セクシュアリティー、オンザ・エルワード、 アフトレラン、2012年3月7日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年2月27日閲覧。ナンシー・ミルズ、ジェニファー・ビールス・スラリス、オン・ハー、マスキュリン・サイド・フォー・ニューシリーズ。readingeagle.com。2011年2月27日閲覧。abcd、日経エンタテインメント。2008年3月号内。 負け組ハリウッドの肖像よりハット EIGA.com 現実のレズビアンはもっと過激。L の世界ジェニファー・ビールス。2008年11月15日閲覧。ABCDE 毎日 JP 映画インタビュージェニファー・ビールスさんフラッシュダンスから25年全米衝撃のドラマエルの世界主演。2008年11月15日閲覧。 ジェニファー・ビールスに、ジョジ誕生。シネマトゥデー。http コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00074182012 年12月28日閲覧。imdb バイオグラフィー4ジェニファー・ビールストリビアハットジェニファー・ビールスマーリー・マトリンセンドスパークスフライングオンザ エルワード t-h-e-t-v-t-t-l-e-r.a-o-l.com 2007年5月25日ありがとうございます。